一つそれゴーンって浄土宗の人たちはテンションが上がるとちょっとそれをやっちゃうところがある。何ですかそれ。自分が何に向いてるかっていうのはよその世界を旅してみて初めて分かるみたいなところがあって、だからまあ、大学時代音楽やってて、音楽やってるよりもやっぱ仏教の方が向いてるとか、うん、あるいはそのプログラミングやってるよりも仏教の方が向いてるとか、仏教が向いてるって結構幅が仏教の知識を勉強するのが好きってことですか。昨日ちょうど武士の三浦さんのとこ行って螺髪話してたでしょ。はい、螺髪、はい、の話。武士の三浦さんは螺髪はもうずっと掘り続けられると、螺髪を掘り続けられるかどうかが武士になれるかどうかの境目みたいな。そうそうそう、一粒一粒掘るのが面倒くさくて、うん、投げ出す私か、うん、ずっと掘ってても楽しい三浦武士か。で僕もだから経典とかはずっと読んでてもまあ飽きないかなっていうのはあるので、はい、だからなんやったらその何法然上人とか親鸞上人とか昔その大蔵経全部読んだとかなんかいろんな話あるじゃないですか。でまあいやだからそれぐらいのレベルでなんかもうとりあえずある経典全部読みたいなっていうぐらいの意識はあるので、うん、で別にそれが苦ではないですよね。まあ時間との戦いぐらいのことで、だから螺髪の話を昨日聞いてて、いや僕もなんか螺髪は掘れないけど経典は読めるかなと思いながらとか嫌いとかじゃなくても、ただまあその世界に浸ってるだけでいいっていう。おー、なんやろ、まあ、空気とか水とかそんな感じじゃないですかね。なるほどな、うん、お寺のこともドローン仏だったり、うん、そのアイドルプロデュースでナムイっていう言葉が入ったり、もうめちゃくちゃそのネット上で出るとその発起人池口さんだってなるときっとアンチの声とかもあるのかなって私は思うんですよ。あ、結構ありますよね。最近増えてきた。ああそうですか、うん、いやで、はい、ミッドナイト念仏とかも、はい、別に僕が治療院に入る前からやってんのに、はい、もうなんか最近何でもかんでも僕がやってることになってて新しい治療院系のそうで治療院だけじゃなくてこの前高台寺でアンドロイド観音さん、はい、誕生しましたけど、その時もなんか知らんけど取材の電話が僕のところにかかってきたりしてもうちょっと調べてからかけてこいとなんかそちらのお寺にアンドロイド観音さんがいらっしゃるそうなんですけど、まあ、なんか分からなくもないけど多分お寺アンドロイドでググったらここ出るんだと思いますよ、ね、っていう感じ。意外とね、そうです、意外となんか出てきそうもう何でもかんで、治療院のやってることなんで別にまあ僕ももちろん噛んでたりとか裏でなんか弾いてたりとかすることは聞いとるんかいありますけど、ただやっぱ組織として決定したことであって僕自身がの意見で全部やってるわけじゃないんだけど、うん、そういうことなんかお構いなしに、うん、なんかもう千代にドライトアップはけしからんとか、うん、あとお寺でなんかアイドルなんてけしからんみたいなことを普通になんか一生懸命手紙書いて、あのいやらしいわ、匿名なんですよね。うわいやらしいわ、ちゃんと名前書いてきたらね、あれ名前と住所となんかちょっとお布施とか入れてきたらその話を聞きますいろいろ SNS 炎上してる人も多いと思うんですけど、その息口的乗り越え方というか対処法というかどうされてるんですか。あでもなんか気にしてても時間もったいないかなってのはありますよね。なんかそれよりもまあ新しい次の仕事をやる仕掛けをやる方が面白いかなっていう、まだまだだってお寺離れって言われてるような現状が食い止められてるとは思ってないので、なんかまあそこに向けてのもうちょっと新しいいろんな提案、仏教と関わるんだったらもっと面白いことあるよって、うん、面白い関わり方あるよっていうことを、まあ、もっともっと提案していく方に時間を割いていきたいかなって思ってるので、あんまり、もう細かいことに気にしないっていう、よりもっと大きな目標を考えるっていうことで、クレームとかに関しては放置する、放置する、受け流す、受け流す大事ですね、はいはい。まあ、あと実際なんかね、はい、子育てしたりとかすると忙しすぎてね、あもう構ってられへんみたいな。そうですよ、もう2時、3時、2時のパパでもございます、はい、そう、2時のパパだし、なんかね、アイドルとかもいっぱい育ててるからですよね、もう寺に人もいっぱい来るしそう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 。で、ちょっと話は戻って、この龍岩寺の話でもあと戻りますけど、アイドルがいたりとか、なんちゃりなんちゃりするって言って、お寺のこのなんか仕掛けをいっぱいやるそのバイタリティはどこから来てるんですか。バイタリティって何ですかね。でも僕なんかね、昔からあんまりなんかその生きてるっていうことはなんかやっぱり世の中をより良くしていくって大げさですけど、
日々新しいことをやって、なんか日々新しいことにチャレンジしていくっていうのは生きていくことの意味だみたいな感じに思ってるところがあって、あんまりなんかその自分で全部抱えないっていうことも大事にしてて、今だからいろんなことができてるのはそんだけ関わってくれてるスタッフの力が大きいなっていう。確かに龍岩寺さん来ると絶対あの何かお手伝いしてくれる人とかが必ずいらっしゃるんですよね。また得体の知れへんやつがいっぱい集まるでしょ。得体の知れないってだからドローン物とかの頃って本当に、あの僕あれ離婚する前後ぐらいかな、子育てで大変だった頃で全然関わってないですもんね。全然関わってなくて、その頃にものすごいバズったから、うん、メディア対応はそれで本当大変でこっち子供育てるの大変だけどなとか思いながら、うんうんうん、そうそうそう、もう今はちょっとだいぶ子供、まあ、子育てにも慣れたんでだいぶ楽になりましたけど、ただまあ一応住職なので、まあ、いろんな人といろんな人とこの人とこの人を結びつけたら面白いんじゃないかなっていうみたいな、そういう配慮はしますけど、まあ、自分自身がなんか全部牛耳ってなきゃいけないとかじゃなくて、周りがうまく回っていくように、今後前立てしていくように、うん、割とそっち側の配慮は欠かせてないつもりではいます。はい、やそうでしたか、うん、でなんかでいろいろ尖ったコンテンツが持ち込まれるから、でそれとなんか例えばドローン物とあのアイドルでなんかまたコラボしたりとか、そんなんであのどんどん盛り上がってますけど、僕自身は別に全然ドローン物の開発とか関わってないし。あ、そうなんですね、うん、いやそのアイドルですよ、テラパルムスですよ。この龍岩寺さんには、テラパルムスちゃんという浄土系アイドルグループがいてですね、ここを拠点に今いろんなところで活躍されてるわけですけども、このね、私はすごい好きですよ、コンセプトが。ありがとうございます、目をかけていただいて。いやいや、もう浄土から来た菩薩様たちがアイドルとなって権限しているっていうコンセプトでですね、はい、ちゃんとみんなの中にやっぱメンバーのみんなにも菩薩様が降りてて、なんか本当同い年ぐらいの女の子だから、え、大学とか行ってんのみたいなこと、いや、あの、大学とかは菩薩なんでみたいな本当に言われたんですよ。で、あ、そうだよねふんふんふんと思って、ごめんね、聞いちゃってと思って、あれ、ね、そうそうそう、ちゃんとしてますね。馬鹿正直に言って、そうそうそう、菩薩なんでって。菩薩なんでって言って。出身はとか聞いても、いや、あの、お浄土からみたいな。西です。遥か西です、ね。遥か西です。しっかりライブやりますもんね、本堂内で。あ、やるんだったらやっぱちゃんとやった方がいいっていう。マイクもガッツリ音量出して。うん、まあ、近所にもあの こういうことであのうるさいですけど、ごめんなさいみたいなことでちょっと挨拶に行き。ああ、配慮もして。うん、で、ファンの人来て。あ、そうそうそう。うん、で、ガッツリおたけとかコールとかもして。うん、そうです。すごいっすよね。それも池口さんが作ろうって言ったわけじゃないとかですか？あ、僕じゃなくて、あのプロデューサー別に女の子、うん、が やりたいって言い出したのを、うん、じゃあやろうかっていう。ね、デビュー前にですよ。であの記事書いてくれはって、京都新聞さんが記事書いてくれはって、でそれがネットニュースに上がったら、だから何も実際のそのテラパルムスっていうのを知らないのに、ヤフーニュースにそれが転載された時に、地域欄のトップになり、でその瞬間にディスコメが500件以上つき、みたいなことがあって、でまあ僕とかはね、もう散々ネットで叩かれたりとかって平気になってきてますけど、その若い女の子らにしてみたら、いきなりなんか自分が一生懸命作ってるものを刺されたら腹立つし、みたいな、うん、みたいな、まあ結果的に お客さんいっぱい来てくれてよかったんですけど、うん、そのおかげでね、そうそうそうだから現場ではまあすごい満足感のあるライブだったみたいで、まあ現場は盛り上がり で現場を知らないよ多くの大人たちが批判に回りみたいな状況で、なんかもやっとして、これはなんかここで終わるのは嫌やなっていう話で、だから一曲一曲作り、でまあ衣装もちょいちょいマイナーチェンジしたりとか、新しい菩薩さんが来られたらその分準備したりとかしながら、まあ、なんか続いてきましたよね。なんかね、いろんな子に私も実際あったけど、みんななんだろう、お寺のことがすごく好きですよね。あ、そうそうそう、まあ、もちろん菩薩なので当たり前というか当たり前かもしれないけど、すごいあの愛情を持ってやってるなっていうのすごく伝わります。そうそう、で自分たちもやっぱり菩薩になりきらないといけない、なりき、まあ、もともと菩薩なんですけど、よりよりよりなりきらないと伝わりやすいように工夫しないといけないので、
で、まあ、経典とかやっぱ調べるんですよね。へえ、うん、でまあ自分自身自分たちでそのいろんな仏さんのことを調べで、何やったらそこのそういうそれぞれの仏さんがお祭りされてるところのお寺に参りたりとか、うん、で、まあ、で菩薩が行くだけじゃなくてお宅の方も行ったりとか、うん、ああいい効果ですね、うん、お宅も一緒に。だからあのお寺巡りをアイドルきっかけで、あ、そう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 、だからライブハウスの近くになんかお寺があるからそこを回りしてからライブ行こうとかね、わーいいっすね、うん、みたいなことが普通にあるみたいだからそこだって他のお寺、アイドルちゃんがお参りしたお寺があったんですよ。そこがも、なんかもはや聖地巡礼みたいな感じで、スタッフが後は遠いで行くみたいな感じ、うんうん一時あの観音菩薩の化身の三崎千世のがお休みしてた時期があるんですけど、はい、で、推しに会えないからって言って、はい、観音霊場回ってた人いました、ね、正しい、オタクとしてすごい正しい大事大事大事な話ですよね。話しますけども、新メンバーの日光菩薩、学校菩薩の2人、うんはい、おさらちゃんと、ひなゆみちゃん、ひなゆみちゃん、うん、私すごく注目してます、あの2人。おー、ありがとうございます。はい、新メンバーだけど、なんかそのこうただ二人で立ってるだけでちょっと目がいっちゃうような、なんだろう、ちょっとそういうビジュアルしてません？ちょっと、確かにあの目を奪っていきそうな、そうそうそう、うん、なんかひょうひょうとしてる感じ。あ、そうです、二人ともなんかね、シルエットが一緒なんですね。めっちゃ似てるんですよね、顔とかも。で、あのセーラームーンでいうウラヌスと、なんだっけ、もう一人入ってきたのか、あのセーラームーンもともといるメンバーにこう後期になって出てきた、あのすごいイケメン女性二人組がいるんですけど、ちょっとその二人を彷彿とさせるような、はい、ユニット感があって、私はすごくセーラームーン世代です。セーラームーン、僕ちょっと上なんで世代がややセーラームーン多分後期ぐらいですか。後期、はい、後期で私ですね。あ、もう終盤です、私多分時期は。はい、え、何世代ですか。僕だからね、セイントセイヤが終わるぐらいです、ね。わ、セイントセイヤ終わるぐらい。割と被ってはない。被ってない。セイントセイヤ、はい。はい。おだんかさんの反応を教えてください。おだんかさんは割と応援してくれてるかな。まあ普通にテレビ出てるのだけでも喜んでくれてはるところはありますし、お寺でアイドル活動をやってるっていうのがいいか悪いかっていうのは判断つかないお母さんも多分大勢いらっしゃるんですけど、確かにアイドルはて言うとですよね、うん、いいんだか悪いんだかの前になんじゃそりゃって、そうそうそうただまああのやっぱり次の世代に伝えていかなきゃいけないっていうことに関しては檀家さんもまあそれなりに理解をしてくれてて、そこがまあこれからの日本の課題だなっていうことはまあみんな認識してるところではあるので、まあ、若い子が集まってるのはいいことだねっていう、お彼岸とかそういう法要の時にも檀家さんがいるところにアイドルとかアイドルオタクとかが来て一緒にお参りしてたりとかするので、で、何やったらアイドルオタクとかも普通にお経本持ってきて、うん、お袈裟着してお経本持ってきて一緒に唱えたりとかしてるから、あら、すごい、うん、かなりあの純度の高い仏教徒というか、まあ、とにかくお寺が賑やかになってるからまあいいんじゃないかなっていうふうに受け止めてくれてる人多いような気がしますね。いいですね、うん、それはすごいありがたいですね、うんうんうん、そんな龍岩寺さんいろいろやってますが、こちらはい、龍岩寺ファン通信というのがあります、はい、あります。そこの表紙が三浦鷹山さんという仏師を中心とした仏具系ポップユニット三浦パルムスとなっております。これがですね、はい、こちら MV 撮りましたね。 MV 撮りましたね私のなんで MV やねんって話般若心経の MV を撮りました。なんで般若心経やねんそれです。作曲はあのはい、なぜか私クラシックを長年、ピアノですか、クラシックは。僕ハーモニカやってたんですよ。ハーモニカ、うん、まさかのそうそうそう、最近もたまに吹いてたけど。え、ちょっと待ってください、後でちょっと見せてもらってもいいですか、ハーモニカ。あ、それ、はい、いいっすよ。いいですか、とっても。あ、吹ける吹けるかな、まあまあ、はい、ありがとうございます、はい。で歌を私と久保さりなちゃんで担当し、かなり本格的な MV を撮りました。これからあのいろんな物資さんとかの工房を見学して、あの伝統技術だったりなんなりをインタビューしたり取材しているのが YouTube に上がりますんで見てください。はい、楽しみに。じゃあ最後にお寺ってあの儲かるんでしょうか。儲かるかな、でもじゃあお
寺ってそんなバカ儲かりみたいなその神話があるじゃないですか、うん、坊主丸儲けっていう神話、はい、その辺はリアルに丸儲けするっていうわけではない。バカみたいに儲かる時代でもないですよね、お寺も、うん、どっちかっていうと、なんかお坊さんもお葬式の時に昔は3人も5人もいるのがありがたいみたいな雰囲気ありましたけど、うん、どっちかっていうとね、今もうコストカットの対象になってますから、ね、コストカットの対象もうお坊さん一人でいいよ、いっぱい呼ぶとお金かかるからみたいな雰囲気になってるから、うん、なんかこの何でもかんでもお金で考えるのをやめてほしいなとか、お葬式一人でやろうと思ったらできますけど、やっぱり一人で全部やるのってちょっとやっぱ無理があって、あんな、うん、あのゴージャスな着物着て細かい動きとかできないですから、うん、どうしてもなんか木魚の場合あの棒を取ろうと思って落っことしたりとか、ああそんなことが、うん、だから、あの引っかかったりとかするんですよね、やっぱり。そういうのはなんか細かい作業は脇にいる若い衆が一人ついてくれるだけで全然スムーズにいくのになとか、へえ、思うんですけどね。そうなんですか。うん、一人か二人かで全然なんか進行のスムーズさって違うんですけどね。そうなんですね、うん、でその二人いた方がより声も集中的にいいお経になったりみたいな。まあどっちがいいかあれですけど、やっぱりそれはアイドルだってね、5人ぐらいいると賑やかな感じになりますからね、華やかになる。なる。それと同じで、まあ一人でパフォーマンスするっていうこともできなくはないですけど、じゃあやっぱり寂しいですよね。パフォーマンスとかって怒られるパフォーマンスです。パフォーマンス、はい、ということで、はい、現代のお坊さんはそんなに儲かりません。はい、コストカットされる方ですねやめてくれはい、ということで、はい、最後厳選質問で終わりましたけども、いえいえ、長々とありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい、またお世話になります。はい、こちらこそまたお待ちしています。はい、池口さんでした。みほとくさんでした。はい、ナムー。